こんにちは。天場アカデミー堀秀夫です、えー。今日はね、独立の成功率、独立企業の成功率についてお話します。転職に失敗してやむ抜く企業と、ねえー。これ、まあ、何ですかね、一般的な独立企業社長さんっていうイメージだと、えー、まあどっかね、えー、景気いいとこを見てると。 まあ、会社の中でもトップクラスの人が人脈もあり、えー、お金を貯めて企業するというイメージがね、えー、多分にあるんだと思います。でよくね、えー、独立するとか言うと、まあ、10年経ってね、えー90、90%以上の会社は潰れるんだと。まあ、企業はそんな甘いもんじゃないと言ってね、引き止められたりなんだりするんですけど、まあ、これは、まあ、私自身が企業した感触でね、本当にそうなのかなと。 ね、えー、周りを見ててもね、えー、10年で潰れてるっていうのはあんまりないんで、まあ、なんかね、前つば者の数字じゃないかなと思ったらね、えー、謎が解けました。<laughs> えー、ランチェスター戦略の、まあ、武田洋一先生はですね、えー、独立企業して100人を調査したと。企業とはどんな人たちがしてるのか。で、以前からの夢を叶える。ね、事前にしっかり計画した。 つまり、前向きな企業をしたのは5%、125人,人とで。勤務先の倒産、リストラ、人間関係の悪化で仕方なくという外部強制型が55%、まあ、55人と。失業して職探しをしたが適当な職が見つからないので社長になった、40%。まあ、つまり、えー、95%の人たちはですね、えー 会社、まあ、こういったなんですけど、会社のお荷物、ね、えー、で、職探しをしてもね、適当な就職もできないという、要は、落ちこぼれであったと。学歴は、えー、旧定大卒のエリートはゼロ。で、前職が、えー、上場企業はゼロと。ね、えー、上場企業を辞めて独立してる人もいますし、えー、旧定大卒業して独立企業してる人もいますけど、それはごくごく少数派、100人ね、調査した程度だと、一人もいないというのがね、現実。 なわけです。つまり、中小企業で真っ先に切られる落ちこぼれで人脈もお金もない人が起業してる。さ、ね、らに何をすれば一位を取れるのか、ね。お金を払ってもらえるかなどを考えず適当な起業してると。ね、えー、前職と同じもの、ね。中小企業でお客さんがいて、えー、一応多少なりとも看板があってやってたものをね、そのままやると。ね、それが一番、まあ、成功率。 高いんでしょうけど、まあ、そのね、小さな企業の社長さんの手前、あるいは止められて、まあ、その仕事はもう嫌、嫌気がさして、全然関係ないことやっちゃうというのが多いですね。で、おまけにね、大抵中小企業っていうのは、物を売ってくる力のある人はリストラの対象になりにくいんで、 え、肝心要め。まあ、自分でね、独立した時にはもう営業やってお客さん取ってこないと、えー、お金が入ってこないんですけど、それができない人が独立してると。まあ、それでというか、なのにというかですね、えー、100人中60人は1年間は生き残ってると。ね。まあ、特に貯金もなく、えー、やってるはずなのに、100人中60人は逆に生き残ってんだと。で、5年経ってもね、えー、100人中、えー、15人は、 生き残ってる。で、ここは違いますね。100人中40人が生き残ってるんですね。で、1年目はね。で、えー、10年目で1中6人は生き残ってる。で、この、この数字ね、えー、この6人っていうの、角度を変えてみると、逆に言うと、前向きに、えー、起業した人。ね。要は、えー、会社に追い出された、リストラされた、ね、就職先がないと、そういう理由じゃなくて、 え、企業したくて企業した人は、ほぼ10年は生き残ってるんじゃないかと。いうことですよね。ということは、えー、きちんと稼げる仕事の当てがあって、企業すればそんな難しくないんじゃないかと。ね。給料泥棒で辞めてもらって会社が喜ぶ人材が適当に儲かるかどうかも考えさせる企業、企業するのが普通と。まあ、だからほとんど10年で潰れちゃうと。ね、まあ、企業は、 甘くはないですが、必要以上に押せることもないと。ねえーまあ、前回も、まあ、転職に自信を持つようにというのでね、えー、動画を作ったら結構な人気なようなんで、えー、それに関連して、じゃあ、えー、転職失敗してね、えー、起業したらもう10年も持たないんじゃないかと、ね、思っちゃうところもあると思うんですけど、そうじゃないと。儲かるものを選べば10年は生き残れる。 これ逆に10年生き残るって数字はですね、本人が頑張ってるうちはなんとかなるってことでしょうね。えー、この20年だの30年っていうのは、もう本人が、え、何ともならないね、え、年取っても体きついよとかね、え、以前やってたのがね、もう儲かなくなってきたとか、まあそういうことで、後継ぎ、あるいはね、えー、まあ、肉親の後継ぎ、あるいは社内の後継ぎがいないと、ね。で、えー 大変な思いしないとね、維持できない会社とか、維持できない仕事だと、普通、後継ぎないですね。まあ本人は、まあ自分がそこまであったから情熱を持ってるでしょうけど、他人から見たら、ね、えー、まあそんな大変な、ね、大変で割合合わなそうだし、やりたくねえなと、なるのが当然なんで、まあ、きちんと儲かる仕組みでね、えー、まあ、中小企業のというか、まあ、中には、そんな甘いもんじゃないと、お叱り、 なる方もいるかもしれませんけど、それほど頑張んなくても、えー、そこそこ収入が入るような仕事のやり方をしていれば、まあ普通に後継ぎもできると。だ20年、30年ね、ね、えー、生き残る会社っていうのは、後継ぎがいるかどうかの話で、えー、自分がやってるうちは、えー、きちんと儲かるものをやっていけば、えー、儲かるというようは言えます。そんなわけでね、えー、必要以上にこの企業を恐れる必要もないんじゃないかなと。 常々思ったんですけど、このどういう人が起業してるかの数字を見てね、あなるほどなと、ね、私の疑問は解決したなという感じだったんで、シェアさせてもらいました。何しろ、転職に失敗してもね、人生終わるわけではないんで、もう本当に何とかしたい。だけど、アマゾン輸出をね、やるような時間も全く取れないと。そうかといって、給料は400万も取れてない、下手すら300万も取れてないと。 いう場合はね、それはもう、えー、就職、転職した方がいいと思います。ね、えー、自利品で、えー、体壊して、えー、ね、えー、ガンガン働かされて体壊して自利品だったらもう、どうにもこうにも逃げらんないんで、まあだったらね、えー、そんな長い時間大変な思いをして働いて、あるいはね、ん、えー、の、んですかね、えー、喜びも感じられないような仕事であれば、 一層転職して、え、やりがいのある仕事を見つけるとか、ね、あるいは時間を、え、余裕がある仕事にして、え、アマゾンインフスで稼い方を覚えていただくとか、いうのがおすすめなんで、まあ、ちょっとね、この、企業、ね、企業は本当に大変かどうか、ね、のを見ました。まぁ、あ、成功、成功しないとか言いましたけど、まあこの数字は逆に読むと、普通に、えー、 会社で通用するような人がね、きちんと計画を立てれば、えー、頑張ってるうちは持つというのがね、言えます。えー、そんなわけで、えー、独立企業の成功率、まあ、今年や会に湧いてるこの数字は、えー、実はこの見た目ほど厳しいもんじゃないというのをね、えー、シェアしたくて、えー、動画作りました。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。